俺たち冬組の芝居見ていてくださいね、監督。この小箱は、それを懐中時計。すごい年代物ですね。高価そうだし大切なものなんじゃない？昔おばあ様からもらったのだ。何度時間を合わせても狂ってしまうのだがね。ユーザーさんが来てくれました。おお監督、久しぶりだな。しっかりやってるか。私に役の心情を理解することなど、私はこの時計と同じ壊れた機械仕掛けの時計、壊れたサイボーグ。ああ、誰かに盗まれたのだよ。え、これは事件だ。ミステリーだ。ミミミミミステリー、謎が謎をよ、さささささスペース、消えた時計。そういえば冬組第2回公演って来週からですよね。稽古は順調なんですか？悪くはないと思う。ただ誉さんとひそか君がまだ悩んでるかな。感情というものがどうにも。役の感情を理解すんのは役者の仕事だろ。役の気持ちをつかむために考えて考えて考えるか。大切な人からもらったものがなくなったら俺はどう思う。主人と執事、主と従者、僕が主だ。私は執事で、こんな言うこと聞かない執事がいるか。やれやれ、四季様は犬よりも頭が大悪い。てめえな、刑事の前で何してくれてんだよ。刑事、僕が何か。いや、目にゴミが入っててな。何かあったか。いえ、何も。叶わぬ恋。コリウスの花言葉でございます。君だったんだな、草薙城を殺したのは。草薙城は望まぬ相手に嫁ぐより愛する兄に殺されることを選んだのかもしれませんね。お前らの芝居はどこか距離を感じる。互いに遠慮してるっつうか、踏み込まない距離感で気を使い合ってるっつうか。確か第2回公演の時も同じようなことを言われた気がします。一人で生きていくか。久しぶりに戻ってみようかな、一人に。アズマ、最近毎晩外出してる。そういえば稽古もいまいち身が入ってない気がするな。ここ最近少し様子がおかしいとは思っていたよ。何かあったんでしょうか。うむ、本人に聞ければ楽なんだろうがね。一人で抱えきれなくなったら、その時はお互いに苦しみを分け合って一緒に背負ってあげる、そんな感じですよね。そうだね、そんな関係でいたいな。ごめんねというのもずるいかもしれないね。僕は君の命を食らってる吸血鬼の豆。Thank you.
踏み込まなかった、踏み込めなかった距離。雪を踏み出し歩いた。今まで以上にみんなとつながれた気がする。ありがとうコウタ、その言葉だけで僕は。あの日流した涙を手のひらに集めて、溶かして並んだ夢に与えて、大切に育てよう。いつの日かきっと輝く時はきっと、ダイヤモンド13月は僕の夢、溺れる千秋楽の涙、それは終わらない。物語は夢の途中、鳴り止まない拍手の音、季節を越えた満開のカーテンコール。せーの、